どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日ですね、またじゃじゃん、ラッキーウィンクさんの、ヘアチェンジメーカーっていうのを今日使っていきたいと思います。でこれは何かって言ったら、まあその家事をしながら、ちょっとお仕事しながらこれをつけることによってこうお団子になるんですけど、でお団子になって、まあ3時間から5時間ぐらい、まあお仕事してたりとか家事しながら外した時にこう綺麗にカールが出るっていう、なんかこう一石二鳥のグッズかなと思って、でちょっと今日これを使ってちょっと、お団子にして、で次こうカールヘアにしてっていう、こう 2way のスタイリングをちょっとやっていきたいと思いますので、気になる方よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。でこれがこんな感じになってます。まずここがこうパカッと開いてて、でリボンの形になってて、これ外れるんですね。なんかこうお団子した時にこうリボンが出たら可愛いかなっていうので多分ついてるんだと思います。であとここでこうカチッてする感じでお団子にできるようになってるかなと思うので、これをつけて今からやっていきます。まず横の部分をこう、まあ横のっていうか全体的にちょっとまとめて、この耳後ろのこの辺の部分ですねをダッカールで留めておくとやりやすいみたいなんで、ダッカールでしっかり留めておきます。反対側もまとめて、耳後ろのところでしっかりと留めておきます。こんな感じですね。じゃあ次にこれをつけていきます。毛先の部分にこう通していくんですけど、まあざっくりと通して、なるべくこう毛先の部分まで持ってきてあげて、そのまま下にくるくるっと巻きつけていく感じです。くるくるっとで、ある程度巻きつけ終わったら、このままこのパッチンですねのところにパッチンってするだけです。でパッチンし終わったら、ここの部分をお団子にこう隠すような感じで丸めていきます。でここの真ん中のチョボのところにリボンをつけていきます。でダッカールを外していきます。こんな感じでお団子が完成しました。これで少し時間を置いていきます。今日ちょっと時間があれなんで、ドライヤーでちょっと短縮していきます。で次に外していきます。リボンを取ってそのまま外していきます。おお、ちょっとカールがついてますね。ちょっとなじましていきます。こんな感じで外した状態です。サイドの部分は結構強いかなと思うんですけど、後ろが若干だけもしかしたら弱いかなと思います。でも綺麗に結構出てます。こんな感じで最後仕上がりました。やっぱサイドの部分は強くて、後ろがちょっと弱めかなと思うので、あらかじめ後ろにコテだけ巻いておいてもらって、これつけてあげると結構いい感じに仕上がるかなと思います。で、あの髪の毛の量が多い方とかって、このパッチンがもしかしたら外れやすいかもしれないので、その辺の部分もちょっと気をつけて使ってもらえると結構いい商品かなと思います。こんな感じで、動画をお送りしました。またリクエストだったりとかコメントもお待ちしております。それではまた、さよなら。